どうする家康では、信康事件が描かれ、家康の愛する瀬名、信康を失い、次週から物語は後半戦に突入します。最大の悲しみを乗り越え、再び家康は歩み出しますが、個性豊かな人々が家康の前に立ちはだかるのです。今回は後期への予習として、先日発表された後期新登場人物16人を一気に紹介したいと思います。解説は簡単な経歴を紹介するにとどめ、後期も物語の進行に合わせ、人物や戦、事件をクローズアップして解説する予定です。それでは早速見ていきましょう。最初に紹介するのが森蘭です。一般的には森蘭丸の名で知られていますが、どうする家康の時代考証の平山雄氏によれば、森蘭丸は江戸時代以降に成立した軍記物で使われた名前だといいます。彼の正式な名前にあたる意味名は成俊で、彼が手紙などで用いた署名は蘭、蘭方氏だったことから、ドラマ名は森蘭にしたとのことです。森蘭こと森成俊は、1565年に織田信長の家臣、森義成の三男として生まれました。兄に森長吉がいます。成俊は1577年に信長の雑用をする小姓に召し抱えられ、大阪本願寺との和睦に尽力したり、武田家滅亡の際にも貢献しました。しかし、1582年、信長は明智光秀に背かれ、本能寺で自刃します。本能寺にいた成俊も奮戦しますが、明智配下の武将に討ち取られました。享年18だったと言います。織田信雄は1558年に織田信長の次男として誕生しました。信雄は養子に出されていましたが、本能寺の変後、信雄は織田家に復帰します。その後、秀吉が台頭したことで、信雄は家康と結び対抗。これが秀吉と家康の唯一の直接対決となった小牧合戦の原因となりました。しかし信雄は単独で和睦し、その後秀吉の臣下となります。秀吉の全国統一達成後、国替えを命じられるもこれを拒否。秀吉の怒りを買って領地没収となってしまいました。2年後に家康の仲立ちで許されます。ところが関ヶ原の戦いで防火に徹しますが、家康から西軍と認識され、再び領地没収となってしまうのです。その後は秀吉の子秀頼を頼り、大阪城下で暮らしたといいます。しかし大阪冬の陣が近づくと大阪城から退去し、戦後は家康から5万石の領地を与えられました。1630年に信雄は73年の波乱の生涯に幕を閉じます。無能と評価されることも多い信雄ですが、信長の子で江戸時代に大名として存続したのは信雄の系統だけでした。池田恒興は織田家家臣池田恒俊の子として生まれます。恒興の母は信長の乳母だったことから、信長と恒俊は血縁関係はないものの身近な存在でした。恒興は若い頃から信長の主な戦いに参戦し、姉川の戦いの功績から犬山城主になっています。1582年、信長が本能寺の変で討たれると、中国地方の毛利攻めから引き返してきた羽柴秀吉と合流。秀吉が明智光秀を破った山崎の戦いでは、秀吉方につき勝利に貢献しました。その後、織田家継承問題や領地問題などを話し合った、いわゆる清洲会議に参加し、織田家後継者の三法師を支える宿道の一人となるのです。しかし、その2年後の小牧合戦で、恒興は秀吉方につき、徳川軍に討ち取られてしまいました。享年49だったといいます。丹羽長秀は織田家家臣丹羽長政の次男として生まれ、16歳で小姓に取り立てられ、信長の身の平定までに多くの功績を重ね、信長の重臣の地位に上り詰めます。その後長秀は朝倉家との戦いで活躍。朝倉家滅亡後、朝倉家のあった若狭の国、現在の福井県を廃業するのです。本能寺の変後、秀吉と合流し、山崎の合戦で明智光秀軍を打ち破りました。清洲会議にも参加し、池田恒興と共に三法師を支える宿道の一人となります。さらに秀吉が柴田勝家と死闘を繰り広げた賤ヶ岳の戦いでも秀吉方につき、加賀の国でも所領を加え大大名となりました。しかしその後は本拠、北の庄城にこもりがしとなり、秀吉の上洛要請にも応じなかったといいます。長秀は1585年に寄生虫が原因で49歳で死去しました。
北条氏政、北条氏直。北条氏政は相模の国、武蔵の国の戦国大名、北条氏康の次男として1538年に生まれました。その氏政の嫡男が氏直です。氏直は1562年に誕生しています。氏政は父の死後、敵対していた武田信玄と再同盟し、関東で勢力を拡大させていきます。1578年、上杉謙信の死をきっかけに、謙信の甥上杉景勝と氏政の弟で謙信の養子となっていた上杉景虎との間で内乱が勃発します。お盾の乱です。氏政は血縁関係のある景虎を支援しており、同盟者の武田勝頼にも景虎支援を要請します。しかし勝頼が景勝に味方したことで、景勝の勝利に終わりました。これをきっかけに氏政は上杉武田と断交することになります。周囲を敵に囲まれた氏政は1580年に織田信長に従属し、家督を嫡男の氏直に移りました。1582年3月、武田氏が滅亡すると、旧武田領国の甲斐、信濃、上野には織田家の家臣が入ります。しかし6月に本能寺の変が発生すると、織田家の家臣は一目散に京都へ逃げ帰り、領主のいなくなった旧武田領国をめぐって北条、徳川、上杉の間で争奪戦が勃発します。天正神護の乱です。最終的に上杉は軍を引き、北条家と徳川家は和睦を結びました。1584年、氏直は以前から敵対していた日立の国の佐竹義重に沼尻の戦いで勝利します。この戦いによって北条氏の関東における優位性が確固たるものとなりました。ところが家康を従属させていた豊臣秀吉は1587年に関東、東北の大名の戦争を禁止する命令を発します。これに対し氏政と氏直は神津家の国、現在の群馬県の沼田城の帰属をめぐって秀吉と対立するのです。両者は和睦を模索しますが、最終的に戦争に発展し、秀吉の圧倒的な兵力を前に降伏。1590年、氏政の切腹、氏直の高野山追放をもって戦国大名北条氏は滅亡したのです。真田昌幸、信幸、信繁。真田氏は信濃の国小佐方郡周辺を治める国衆で、昌幸の父行綱の代から武田氏に従っていました。昌幸は三男でしたが、長篠の合戦で二人の兄が討ち死にしたため真田氏の家督を継いでいます。昌幸の嫡男が信幸、次男が信繁です。1582年6月の本能寺の変をきっかけに天正神護の乱が勃発すると、その渦中にいた昌幸は上杉、北条、徳川と次々に従属先を変え、周囲の戦国大名を翻弄します。天正神護の乱後、当時徳川に従っていた昌幸は家康から自分の領地の一部を北条に渡すように言われます。これに反発した昌幸は家康と対立し、再び上杉景勝に従属するのです。昌幸の行動に怒った家康は、昌幸の本拠地である信濃の上田城を攻撃します。第一次上田合戦です。昌幸は大軍を派遣してきた徳川軍を退け、武名を轟かせるのです。しかし徳川の脅威が去ったわけではないため、昌幸は秀吉に従属します。秀吉は徳川と真田氏に対して停戦を命じました。そして昌幸の嫡男信幸は本多忠勝の娘小松姫と婚姻し、真田氏は徳川家と縁を結ぶのです。一方、次男の信繁は昌幸が秀吉に従属した際に秀吉の馬回り衆側近になっています。1600年の関ヶ原の戦いの際には、真田家では父昌幸と信繁が西軍につき、信幸が東軍につきました。昌幸は上田城に立てこもり、東軍の徳川秀忠軍と対峙します。第二次上田合戦です。上田城は落城することなく持ちこたえ、秀忠が関ヶ原に向かったことから昌幸の勝利とされています。しかし関ヶ原の戦いで家康が勝利したことで、昌幸と信繁は九度山に流罪となりました。一方、徳川方についていた信幸は昌幸から受け継いだ雪の字を捨て、名を信幸と改めます。信幸は上田城に入り、江戸幕府を支えていくことになるのです。1611年に父の昌幸が死に、信繁も九度山で余生を過ごすと思われていた矢先の1614年、江戸幕府が豊臣秀頼を攻めた大阪冬の陣が勃発します。
秀頼から味方になるように誘われた信繁は大阪城に入り、徳川方を翻弄します。翌年の大阪夏の陣では家康を討つ目前まで迫りますが失敗し、討ち死にしました。その後信行は1622年加増されて松城城に入り、初代松城藩主となります。そして1685年に92歳で死去しました。将軍はすでに4代目の家綱の時代となっていました。豊臣秀長は秀吉の父以外の弟と伝わっています。兄秀吉が信長から命じられた中国攻めに従って頭角を現し、丹波播磨計略を担当しました。本能寺の変後は秀吉の片腕として山崎の戦い、賤ヶ岳の戦い、小牧合戦に従軍、さらに85年には長宗我部氏を下した四国攻めで総大将の大役を果たし、その功績により大和郡山城、現在の奈良県を居城としました。さらに九州攻めで島津軍を破るなど、秀吉の全国統一に尽力します。しかし1590年に病気となり、翌1591年に死去しました。よく知られるように秀長は諸大名からも人望が厚かったといいます。彼の死後、豊臣政権の瓦解が始まったとも言われ、政治・軍事面以外にも秀長が豊臣政権で果たした役割大きかったのでしょう。秀吉の正妻ネネは1561年に秀吉と結婚しました。1585年、信長の実質的な後継者の地位を確立した秀吉は関白に任官し、ネネは摂政関白の正室の称号である北の万所と呼ばれるようになります。天下人の妻として朝廷との交渉や人質として集められた大名の妻子を監視する役割を担いました。秀吉の死後、後継者秀頼の母の茶々と不仲だったと言われてきましたが、近年の研究では両者は協調関係にあったと指摘されています。出家したネネは秀吉の供養に専念し、茶々は秀頼の後見人となり、後家の役割を分割したのです。関ヶ原の戦いでは家康の東軍のために動いたと指摘されていますが、これも近年の研究では疑問視されているため、後日解説したいと思います。ネネは豊臣家の滅亡を見届けた後、1624年に死去しました。家康の5歳朝日は1543年に秀吉の妹として生まれました。朝日には夫がいたとされていますが、当時の資料に記載はなく、詳細は不明です。信長の死後、家康と対立していた秀吉は家康を自分の配下に置くことを検討し、妹の朝日を家康に嫁がせ、家康を自分の妹婿にしようと考えました。1586年5月、浜松城で家康と結婚し、朝日は家康の正妻になりました。同年12月、朝日は家康の駿府城移住に同行します。1588年に母の中の病気見舞いのために上洛し、これ以降は京都の受洛亭に滞在し続けたようです。翌年から病気を患っていた朝日は1590年正月に受洛亭で死去しました。秀吉の母中は早くに夫を亡くしたといいます。秀吉が長浜城、現在の滋賀県の城主となって以降、秀吉は中を終生身近に置き大切にしました。先ほど紹介したように秀吉は妹の朝日を岡崎城に送りますが、家康は一向に秀吉の元に参上する気配を見せず、強に逃した秀吉は中も岡崎に送るのです。実質的な人質でした。これにはさすがの家康も上洛に応じざるを得ず、秀吉に心中することになるのです。秀吉と家康の謁見も滞りなく終わり、中は一月ほどで大阪城に戻ることができました。その後は病がちとなり、1592年に死去しました。朝鮮出兵のため名古屋城、現在の佐賀県にいた秀吉は中の死に立ち会うことはできなかったといいます。加藤清正は1562年に誕生しました。秀吉の母と清正の母が親戚だった縁で、秀吉の故障として使えました。76年に元服し、秀吉の主な戦に従軍しています。清正の名を大いに高めたのが賤ヶ岳の戦いです。この戦いで特に大きな武功を挙げた7人を賤ヶ岳四本槍と呼び、その一人が清正でした。その後清正は一揆で荒れていた肥後の国、現在の熊本県の統治を任せられ、優れた統治能力を発揮します。秀吉死後、清正は家康に期待し、家康の養女を5歳として迎えました。
一方で三成は政権を主導する家康に反発し、清正と三成は対立するようになります。関ヶ原の戦いの時、九州にいた清正は九州の西軍勢を攻撃し勝利を収めました。戦後その功績が認められ肥後52万石の大大名となるのです。1611年に家康と秀頼が京都の二条城で会見しますが、その時の秀頼の護衛を務めています。家康に従いつつも豊臣家へ忠義を見せたのです。しかし清正はその帰りに発病し、そのまま死去してしまいました。福島正則は1561年に誕生しました。母は秀吉の叔母にあたり、正則は秀吉のいとこにあたります。正則も元服後、秀吉の主な戦に従軍し、清正と同じく賤ヶ岳四本槍の一人でした。秀吉死後は石田三成らと敵対し、関ヶ原の戦いでは東軍の先鋒となり、難攻不落と言われた岐阜城を落とすのです。関ヶ原の戦いの本戦でも武功を挙げ勝利に貢献。戦後広島城主となり、49万石の大大名となりました。大阪の陣が始まると、豊臣恩子の大名だった正則は江戸城の留守居役を家康から命じられます。裏切りを恐れてのことでしょう。家康死後の1619年、広島城を幕府に無断で修理したことから大幅な領地削減を命じられ、正則は隠居します。その5年後の1624年に正則は63年の生涯に幕を閉じました。石田三成は1560年に誕生し、1572年頃に父や兄と共に秀吉に仕官し、小姓として仕えました。三成は1585年に25歳の若さで堺奉行に抜擢され、堺の行政・司法を担当しました。さらに九州攻めや小田原合戦の大軍勢の兵糧や武器の輸送になったり、全国規模の検地を行ったりと、三成は実務の面で秀吉に大いに貢献したのです。ところが1598年の秀吉死後、三成は家康と対立し、最終的に三成は引退に追い込まれました。1600年に家康が大軍勢で会津の上杉討伐に乗り出し京都を留守にすると、その隙をついて三成は毛利輝元らと挙兵します。軍勢を引き返した家康たちと関ヶ原でぶつかりますが敗北。三成は捕らわれ京都で斬首されたのです。どうする家康の三成の紹介文では、家康が最も戦いたくなかった男と紹介されています。どのような対決になるのか楽しみですね。次回のライブは7月4日火曜日21時から放送します。本日放送のどうする家康第25話に関する雑談や解説をしますので、お時間のある方は遊びに来てくださいね。今回の参考文献は数が多いため、動画の概要欄にまとめて掲載しています。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。